間シリーズスポーツ報知ビクトリーカップ、今日は開催の初日でした。終日左からの横風、あるいは左斜め後方からの追い風気味のコンディションでレースが続きました。競争水面はメインカードを迎えます。第12レースはドリーム戦、1号艇西島義則、2号艇寺田知恵、3号艇山口達也、4号艇には佐々木康幸、5号艇平田忠則、6号艇松本明恵です。動きはなく6名が枠番通りに並びを固めていきます。インに構えるのは絶好枠、そして人気の中心に押されました1号艇は西島義則、その奥には2号艇寺田知恵。西島は前半3着、寺田は前半4着という中間着スタート。一方こちらは近況の流れそのままに前半レースを1着スタートとしています山口達也が3コース、山口達也が人気対抗格でボートを下げていきました。4号艇は地元佐々木康幸、佐々木が角、5コース5号艇の平田忠則、佐々木と平田もともに前半レースは中間着、サイアウト6コースが6号艇松本明恵です。枠番通りの3対3に分かれました第12レースのドリーム戦、スタートまで今残り10秒、インコースから1番2番3番4番5番6番です。ドリーム戦の12レーススタートしました。勢いが圧倒的、2号艇寺田知恵、そのまま覗いていく2号艇の寺田がインの西島を叩いてまくりに行く。西島これを抵抗飛ばしに行った。こうなるとガラ空き、3番4番5番と切り込んだ。先頭はここ展開と突き、3号艇山口達也、2番手は4号艇5号艇並んでいまして、内が4号艇の佐々木康之、外には5号艇の平田忠則、後方3艇6番2番1番。ドリーム戦スタートは正常でした。2着争いですが、センター4号艇佐々木康之、外を回る5号艇の平田忠則とホームへ折り返しますが、外を回って5号艇平田の方が前に出てきました。内で踏ん張る4号艇の佐々木ですが、定間一定審判、前にいるのは5号艇の平田忠則です。2周の1マーク、その5号艇の平田の方が先に回ります。外へと持ち出した4号艇の佐々木が平田の内側へ刺して追走しますが、2番手3番手は一気に離れました。2番手は5号艇の平田、3番手4号艇の佐々木です。上位体系は3番5番4番、後方3艇は2号艇6号艇1号艇の順に続いています。2周2マークの旋回に入ります。先頭は3号艇山口達也、2番手は5号艇の平田、3番手が4号艇の佐々木です。上位体系は3番5番4番、3号4の体系、4番手が2号艇寺田、5番手が6号艇の松本で、最後方は1号艇西島が続いています。3周1マークの旋回、ものすごい勢いでスタートから飛び出していった2号艇寺田がインの西島を締めてまくりに行くような展開でした。すぐ外にいた3号艇の山口達也にとってはこれ以上ない展開、見事に捉えて今日連勝に向けて先頭、2番手5号艇の平田、3番手が4号艇の佐々木です。上位体系は3号4、後方3艇は2番6番1番の順、最後のホームスレッジへ先頭で帰りました3号艇の山口達也、2番手は5号艇の平田、そして3番手4号艇の佐々木と続いたドリーム戦は先頭3番山口五輪、2着5番の平田、3着は4番の佐々木五輪、続いて2番寺田が4着、5着が6番の松本で、ラストは1番の西島五輪。